羊は、牛かヤギあかのクジラ玉、ヒズメメである。角を持ち、主に羊毛のために家畜化されている。螺旋を描いて伸びる、螺旋角渦巻き状のアモン角羊は、半数動物としては、比較的体は小さく、側頭部の螺旋形の角と、羊毛と呼ばれる、縮れた毛を持つ。原始的な品種では、短い尾など、野生種の特徴を残すものもある。 家畜の羊は54本の染色体を持つが、野生種は58から54本の染色体を有し、交雑可能である。自然状態の雑種の中には55本や57本の染色体を持つ個体も損する。品種によって全く角を持たないもの、有子両方にあるもの、オスだけが角を持つものがある。螺旋を巻きながら、直家状に伸びた角を螺旋角。 渦巻き状に丸く成長する角をアモン角と称する。角のある品種のほとんどは左右に1体だが、小品種にはヤギのように後方に湾曲しながら伸びる2から3体の角を持つ者も,もいる。野生の羊の上毛の色合いには幅広いバリエーションがあり、黒、赤、赤褐色、赤黄色、褐色などがある。毛用の羊は主に染色に適した白い羊毛を、 酸するように改良が加えられているが、他にも純白から黒色まであり、ブチ模様などもある。白い羊の群れの中に有色の個体が現れることもある。羊の体長や体重は品種により大きく異なり、メスの体重はおよそ4 5 0 0ラムオスはより大きくて4 5 6 0ラムである。成熟した羊は32本の葉を持つ。 他の半数動物と同じように、下顎に8本の紋歯がある一方、上顎には歯がなく、硬い歯茎がある。剣歯はなく、紋歯と薄歯との間に大きな隙間がある。4歳になるまでは、前歯は年に2本ずつ生えるため、羊の年齢を前歯の数で知ることができる。羊の平均寿命は10年から12年であるが、20年、生きる者も,もいる。前歯は年を重ねるにつれ失われ、 食べるのが難しくなり、健康を妨げる。このため、通常放牧されている羊は4歳を過ぎると徐々に数が減っていく。草だけでなく、樹皮や木の芽花も食べる。食草の彩色特性は幅広いとされる。羊の張力は良い。また視力については、水平に細い動向を持ち、優れた周辺視野を持つ。視野は270-320度で、 頭を動かさずに自分の背後を見ることができる。しかし、奥行きはあまり近くできず、影や地面のくぼみにひるんで先に進まなくなることがある。暗いところから明るいところに移動したがる傾向がある。通常は妊娠期間150日ぐらいでこう一頭だけ産むが、二頭あるいは三頭を産む時もある。羊は非常に群れたがる性質を持ち、 群れから引き離されると強いストレスを受ける。また、先導者に従う傾向がとても強い。これらの性質は家畜化されるにあたり極めて重要な要素であった。なお、捕食者がいない地域の在来種は強い群れ行動を起こさない。群れの中では自分と関連がある者同士が一緒に動く傾向がある。今種の群れの中では同じ品種で小グループができるし、また、 メス羊とその子孫は大きな群れの中で一緒に動く。羊にとって危険に対する防御行動は単純に危険から逃げ出すことである。その次に追い詰められた羊が突撃したり、ひめを踏み鳴らして威嚇する。特に新生児を連れたメスに見られる。ストレスに直面するとすぐに逃げ出しパニックに陥るので、初心者が羊の番をするのは難しい。羊は 非常に愚かな動物であるというイメージがあるが、イリノイ大学の研究により、羊の IQ が豚よりは低く、牛と同程度であることが明らかになった。人や他の羊の顔を何年も記憶でき、顔の表情から心理状態を識別することもできる。羊は非常に食べ物に貪欲で、いつも餌をくれる人に餌をねだることもある。羊飼いは、 牧羊犬などで群れを動かす代わりに、餌のバケツで羊を先導することもある。餌を食べる順序は、身体的な優位性により決定され、他の羊に対して、より攻撃的な羊が優勢になる傾向がある。オスの羊は、角のサイズが群れでの優位を決める重要な要素となっていて、角のサイズが異なる。羊の間では餌を食べる順番をあまり争わないが、 同じような角のサイズを持つ者同士では争いが起こる。羊毛の採取を目的に家畜化された種は、毛の生えかわりがさほど起きないため、人為的に刈り取らなければ、生命に関わることもある。2021年、オーストラリアで飼育環境から脱していた羊が保護された際の例では、毛の重量が3 0ラムを超えており、話題となった。 南アジアの野生州にある新石器時代から野生の大型羊の狩猟が行われていた形跡がある。家畜化が始まったのは古代メソポタミアで、紀元前7000から6000年頃の遺跡からは、野生羊とは異なる小型の羊の骨が大量に出土しており、最古の羊の家畜化の証拠と考えられている。田部に脂肪を蓄える羊家畜化された羊の祖先は、モンゴルからインド、 西アジア、地中海にかけて分布していた4種の野生羊に遡ることができる。中央アジアのアルガリ、現在の中近東にいるアジアムフロン、インドのウリアル、地中海のヨーロッパムフロンがこれにあたる。これら4種は交雑が可能であり、遺伝学的手法によっても現在の羊の層、特定するには至っていないが、いくつかの傍証から、 アジアムフロンが原種であるとの説が主流となっている。羊を家畜化するにあたって最も重要だったのは脂肪溶けであったと考えられている。肉や乳皮の利用はヤギが優れ、家畜化は1000から2000年程度先行していた。しかし山岳や砂漠、ステップなど乾燥地帯に暮らす遊牧民にとって重要な栄養素である脂肪はヤギからは十分に売ることができず、 現代でも羊の脂肪が最良の栄養源である。他の地域で脂肪摂取の主流となっている豚は、こうした厳しい環境下での飼育に適さず、宗教的にも忌避されている。こうした乾燥と骨幹の地域では、親伝部に脂肪を蓄える品種が重視されている。それぞれ、油を羊、油尻羊と分類される。毛の利用については、現代の羊と最初期の羊とでは、 様相が大きく異なる。野生の羊の毛は2層になっている。外側を太く荒く長い上毛に覆われ、肌に近い内側に産毛のような短く柔らかく細い下毛がわずかに生えている。最初期の羊の綿毛は未発達で利用されていなかった。一方、野生の羊は春に上毛が抜ける性質があり、期限前から人類はこの抜け落ちた上毛によって、 フェルトを作っていたらしい。現在我々が通常に羊毛として親しんでいるのは、主にこの下毛を発達させるように、品種改良された家畜用羊の毛である。現代の家畜化された羊は改毛しない。ギリシアの黄金の羊毛の伝説家畜化された羊は、改良によって上毛を対抗させる代わりに、ヘアーと呼ばれる中間毛と綿毛を発達させた。 紀元前4000年頃にはヘアタイプやウールタイプの羊が分化している。紀元前2000年頃のバビロニアはウールと穀物と植物油の三大産物によって繁栄した。バビロンの名はウールの国の意味であるとする研究者もいる。1世紀ローマのレリーフ野生タイプの羊の上着は黒色、赤褐色や褐色であったが改良によってヘアやウールタイプの羊からは 単色や白色の毛が得られ、占領技術とともにメソポタミアからエジプトに伝播し、再色された絨毯は重要な交易品となった。紀元前1500年頃から地中海に現れたフェニキア人によって白いウールタイプの羊がコーカサス地方やイベリア半島に持ち込まれた。コーカサス地方の羊は、後にギリシア人によって再発見され、黄金羊伝説となった。 この羊は、ローマ時代には柔らかく細く長く白いウールを生むタランティーネダネへ改良された。ローマ人が着用した衣服はウールの織物である。一方、イベリア半島では、すでに土着していたウールタイプの羊とタランティーネダネの交配による改良によって、さらなる改良が続けられ、1300年頃のカスティーリアで現在のメリノ種が登場した。 理想的なウールだけを算するメリノ種は、毛織物産業を通じて、スペインの黄金時代を支えた。メリノ種は、スペイン王家が国費を投じて飼育し、数等が海外の王家へ、外交の手段として贈呈される以外は、門外不出とされた。これを犯した者は死罪だった。18世紀になると、スペインの戦乱に、ヨーロッパの列国が介入し、 メリノ種が戦利品として持ち去られて流出、羊毛生産におけるスペインの優位性が創出された。イギリスでは羊毛の織物と蒸気機関を組み合わせた新産業が起こった。1796年、南アフリカ経由で13頭のメリノ種がオーストラリアに輸入された。このうちの3頭が現在のオーストラリアのメリノ種の子祖になったと伝えられている。 この羊を買い取ったニューサウス・ウェールズ州のジョン・マッカーサーは羊の改良に努めオーストラリアの羊毛産業の基礎を築いた羊の皮の利用は最古のものとしては紀元前2500年頃まで遡ることができるが羊皮紙としては紀元前2世紀頃のペルガモンで本格的な加工が始まったとされる羊乳はヤギの乳に比べると脂肪とタンパク質に富んでおり 加工に適する。中近東やヨーロッパ大陸では、羊乳は伝統的にチーズやヨーグルトに加工されており、現在でも多くの乳溶種が飼育されている。しかし、より遅く家畜化に成功した牛と比較すると、単位面積あたりの収量は劣り、牛を使用できる地域では、羊の乳利用は主流ではない。日本列島には、古来より、旧石器、 縄文時代の犬や弥生時代の豚に鶏、古墳時代の馬牛など家畜を含め様々なものが海を越えて伝わったが、羊の飼育及び利用の記録は乏しい。寒冷な土地も多く防寒用に羊毛が利用される、下地はあったが、動物遺体の湿度事例も報告されていないことから、ほとんど伝わらなかったものと考えられている。考古資料では、鳥取県鳥取市の青谷城地遺跡において、 弥生時代のことの部材と考えられているキータに、頭部に湾曲する二十円庫の角を持つ動物が描かれており、羊もしくはヤギを表現したものとも考えられている。文献資料においては、義式和人伝では、弥生時代末期において、日本列島には羊がいなかったと記されている。8世紀初頭に成立した日本初期では、水古天皇7年に水古天皇に対し、 くだらからの調校物として、ラクダ、ロバ各一頭、白地一羽、そして羊二頭が献上されたという。これが日本国内において羊について書かれた最初の資料である。最域の動物であるラクダやロバと共に献上されていることから、当時の日本列島では家畜としての羊が存在していなかったとも考えられている。奈良時代、天武天皇の時代に、 関東で活躍した人物に、多子用太夫という人物がいると伝わり、関連して、群馬県安中市に羊神社などが残る程度であり、羊自体の存在や飼育記録は確認できない。8世紀には、奈良県の平城宮跡や三重県の五木の宮跡から、羊型の硯が出土している。8世紀中頃には、小僧院宝物に含まれる、老血病部に、羊の図像が見られる。 日本記略によれば、佐賀天皇の知性の公認11年には、白木からの長候物として、家長には、ヤギ1頭、そして黒羊2頭、白羊4頭が献上されたという。さらに、第五天皇の知性の演技3年には、当人が、羊、家長を、剣図とあり、他の記録も含め何度か、日本に羊が上陸した記録はあるが、その後飼育土着された記録はない。 ゆえに、日本の服飾は長く、主に植物繊維を原料とするものばかりであった。仏教の影響を色濃く受けたゆえに肉食があまり推奨されてこなかったことから食肉用はともかく、羊毛製品には全く需要がなかったわけではなく、貿易品としての羊の毛織物は、人気は高いが高額であり、長らく一部の有力者や富裕層のみに、沈徴されていた。江戸時代、 文化2年に、江戸幕府の長崎奉行のナルセ聖帝が羊を輸入し、当人の幕府を刺激して、比前裏上で飼育を試みたが、失敗。幕府の奥詰め医師であった、本蔵学者の渋江長白は、行動的な学者であったらしく、幕名により、江戸地まで、薬草採集に出向いたりしていた。長白は、幕府医師だけではなく、江戸郊外にあり、 幕府の薬草園であった広大な菅門薬園の総督を兼ねていたが、文化14年から薬園内で綿溶を飼育し、羊毛からラサオりの施策を行った。菅門薬園はゆえに当時、綿溶屋敷と呼ばれていた。明治期に入ると親とい外国人によって様々な品種の羊が持ち込まれたが、冷涼な気候に適した羊は、日本の湿潤な環境になじまず、 多くの品種は定着しなかった。日本政府は、牛馬の普及を重視したが、外国人ル、ジャンドルが、軍用毛布のため羊毛の自給の必要性を解き、1875年に、大久保利道によって、下草に、牧羊場が新設された。これが、日本での本格的な羊の飼育の始まりである。民間では、1876年に、ジャヌマ・マサツネが、 岩手県で政府から104頭の羊と薪野を借りて、始めたのが先駆で、以後、数百頭規模の牧場が、東日本の各地に開かれた。ただ、生産された羊毛を買い上げるのは、軍用の戦術製住所に限られ、品質で劣る日本産羊毛の販売価格は低く、養肉需要がないこともあって、経営的には成功しなかった。1888年には、 政府の省令政策が打ち切りになり、官営の下佐牧養場も閉鎖された。しかし、国内の羊毛製品需要は、軍需、民需もに旺盛で、次第に羊毛工業が発達した。戦前から戦後間もない時期までの日本にとって毛織物は重要な輸出品だったが、その原料はオーストラリアとニュージーランドなどからの輸入に頼っていた。一度は、 失敗を認めた政府にも国産羊毛を振興したいという意見が根強くあり、1918年から副業免用を普及させた。農家が自家の農業副産物を餌にして一頭だけ羊を飼い、主に子供が世話をして家計の足しにするという方法である。副業免用は東日本の山間地の養蚕農家の間に広まった。 1957年には統計上で94万頭、実数ではおそらく100万頭を超える数が日本国内で飼育されるようになった。しかし、その後は海外から安価に羊肉及び羊毛が入ってきたことや化学繊維が普及したため国産羊毛の需要が急減し、24年後の1981年になると、 国内の羊の飼育数は100分の1程度の約1万頭にまで激減した。その後、肉利用を目的とした羊の飼育が再び増加し、1991年には3万頭を超える数まで増加した。その8割はサフォーク種である。アルゼンチン、パタゴニアでの牧用羊,羊は、羊毛や肉を目的として世界中で広く飼育され、2008年には、 全世界で10億頭を超える羊が飼育されていた。世界で最も羊を多く飼育しているのは中国で1億3000万頭以上に上る。飼育頭数は前増傾向にあったが2006年からは減少に転じている。2位はインドで1992年から2010年までに飼育頭数が約1.5倍となり、現在も前増傾向が続く。 ついで飼育頭数が多いのはオーストラリアである。かつては長らく世界最大の羊生産国であり、1992年には1億4800万頭以上の羊が飼育されていたが、飼育頭数は急激に減少しており、1996年には中国に抜かれて第2位となり、2010年にはインドにも抜かれて3位となった。2010年の飼育頭数は、 約6800万頭であり、1992年の半分以下にまで減少している。オーストラリアの羊はメリノ種が種であり、羊毛を種目的としていたが、近年では食肉種も盛んに飼育されるようになった。4位はイランであり、1992年の4600万頭から2010年の5400万頭と微増している。5位はスーダンであり、 1992年から2010年までに飼育頭数は倍増した。6位のニュージーランドは古くからの羊の大生産国であり、1834年に羊が本格導入されてからすぐに羊毛の大輸出国となり、さらに1882年に冷凍船が導入されてからは、羊肉も輸出できるようになって産業革命期にあったイギリスを主要市場として、 発展していった。ニュージーランドでは、オーストラリアとは違い、羊肉、羊毛圏養種が主に飼育されている。日本の羊飼育頭数は2010年に1万2000頭であり、世界では第158位である。都道府県別では、北海道での飼育数が飛び抜けて多く、他は秋田県、岩手県、福島県などの東北地方。 栃木県や千葉県などの関東地方で飼育されている。東日本ではある程度飼育されているが、西日本ではほとんど羊の飼育は行われていない。ジンギスカン用のラム肉用肉は広い地域で食用とされている。羊の年齢によって生後1年未満をラム、生後2年以上をマトンと区別することもある。生後1年以上2年未満は、オセアニアでは、 ホゲット特別して呼ばれているが、日本ではマトンに含まれる。日本国内では、毛を刈った後で潰した羊の大量の肉を消費する方法として新しく考案された、ジンギスカンやラムシャブ、スペアリブの香草焼き、アイリッシュシチューなど、特定の料理で使われることが多い。カルニチンを他の食肉よりも豊富に含むことから、体脂肪の消費を助ける食材とされている。 ラムには臭みが少なく、こちらは日本で近年人気が高まりつつある。羊肉特有の臭みは脂肪に集中するため、マトンの臭みを取り除くには脂肪をそぎ落とすと良いと言われる。他には香りの強い香草とともに食める、牛乳に漬けておく等の方法がある。海外では飼育が盛んなオーストラリア、ニュージーランドを、はじめ、特にペルシャ湾岸諸国やギリシャ、 イギリス、アイルランド、ウルグアイで盛んに消費される。湾岸諸国を除いてはいずれも羊が盛んに飼育される国家である。これらの国では、羊肉の年間一人当たり消費量が 3kg から 18kg に上る。湾岸諸国で消費が多いのは豚肉を避けるイスラム教が広く普及しているからであり、他の中東諸国でも羊肉の消費量は多い。マグリブやカリブ海。 インドでも多く消費される。また、東アジアでも、モンゴル、中国西北部などでは、代表的な食肉となっており、様々な調理法が用いられている。ヨーロッパではラムが、中東や中央アジアではマトンが好まれる傾向にある。インドのマクドナルドには、マハラジャマックと呼ばれるメニューがあり、これは牛を神聖な生き物とみなすヒンドゥー教の信徒の、 ためにマトンを用いたハンバーガーのことである。一方、アメリカ合衆国においては、羊肉の消費量はわずかである。アメリカ人の年間羊肉消費量は0 5ラム以下で、牛肉や豚肉に比べてはるかに低い消費量となっている。これは、アメリカでは、牛や豚など他の食肉が大量に生産できる上に、安く、さらに、アメリカで食用にされる羊は、 羊毛用羊の配家畜が主であったため、食味などの品質で他の食肉に立ち打ちできなかったからである。さらに、他食肉の価格下落に伴い、1960年代から1980年代にかけて、羊肉消費量はさらに60%以上減少した。フェタチーズ羊の乳は主にヨーグルトやチーズなどの加工用に使用される。生乳の飲用は牛に比べて、 生産効率が悪いためにほとんど行われない。特にチーズへの加工が多く、フランスのロックホールチーズやイタリアのペコリーノ、ギリシャのフェタチーズなど羊乳を原料としたチーズも多い。羊の飼育上最も重要な利用対象は、メリノ種などから取る綿毛である。詳細は綿毛の項目を参照。羊皮紙は羊の皮を原料とするが、ヤギや牛など、 羊以外の生き物の皮が使われることも多かった。中近東や中世の西洋などでは東洋から静止の技術が伝播するまで洋皮紙はパピルス、粘土板とともに宗教関連の記録や重要な書類の作成に長い間使用されていた。羊毛の根元に付着しているワックスエステルを主成分とする油分をウールオイルまたはウールグリースという これを生成したものをラノリンといい化粧品、軟膏の原料にする。また、これとは別に肉から用紙を取ることができ、調理用などに使用される。ラムスキン、シープスキン、ムートンとして衣服に用いられる。砂漠や山岳地帯など、様々な環境に適応した固有の種がある。家畜用の羊は、家用種、肉用種、乳用種に大別されるが、代表種ヌメリノをはじめ、 兼用の品種も多い。キリスト教、またその母体となったユダヤ教では、ヤファワやメシアに導かれる神道たちが、しばしば羊飼いに導かれる羊たちになぞらえられる。旧約聖書では、ヤファワや王が羊飼いに、ユダヤの民が羊の群れに例えられている。また、旧約聖書の時代、羊は神への捧げ物として捧げられる動物の一つである。 特に、でエジプト記十二章では、銃の災いの最後の災いを避けるために、モーセはイスラエル人の各家庭に子羊を用意させ、その地を家の入り口の柱とかもいに塗り、その肉を焼いて食べるという例え話がある。後に、でエジプトを記念する杉越祭りとして記念されるようになる。また、羊の肉はユダヤ教徒が食べることができる肉として規定されている。 カシュルー倒産症のこと。新約聖書では、ルカ福音書やマタイ福音書に、迷子の羊と羊飼いの例え話の節がある。愛情も慈悲も深い羊飼いは、たとえ百匹の羊の群れから一匹が、迷いは、ぐれた時でも、そのはぐれた一匹を探しに行くとしている。この箇所は、隠誘となっており、はぐれた羊は、神から離れた者、神に従わない反抗者。 罪を犯す者を表し、また羊飼いについては創造主である神を例えている。福音書では、どのようなものであっても、同じように愛し、気にかけ、大切に思う神の愛を示している。ヨハネ福音書では、イエスが、私は前期羊飼いであると語るが、イエス自身も、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれる。この、神の子羊は、 イエスが後に十字架上で軽視することにより、人間の罪を除くための神への犠牲となる意味があり、イエスが軽視したのも、前日の杉越祭りの期間であったことから、パウロは、第一コリンと五章七節で、イエスは、杉越の子羊としてほふられたと表現する。また、ヨハネ目視録において、天井の光景の中で掲示される、イエスの姿は、ほふられたような、 7つの目と7つの角を持つ、小羊の姿である。イスラム教国においては、羊は、最も重要な家畜の一つであり、特に、サウジアラビアや湾岸諸国においてはハラールに適応するよう、オーストラリアなどから生きたまま、羊を輸入し、自国にて土地し食肉とすることが行われる。また、羊は、イスラム教の祭日である、イードアルイコールアドハーにおいて、 最も一般的な生贄である。この日は、恥の最終日にあたり、メッカ郊外のムズダリファにおいて、羊やラクダ、牛など50万頭にも上る動物が生贄に捧げられる。メッカ以外の巡礼に参加しなかったムスリムも動物を一頭捧げることが求められており、イスラム教諸国において、羊が買われ、神に捧げられる。捧げられた肉は、 自らの家庭で消費するほか、施しとして、貧しい人々に分け与えられる。犬種にシェトランドシープドッグのように、シープドッグと付くものがあるが、これは、羊に似た犬ではなく、牧羊犬に適した犬種であることを示している。これらは、英語犬をはじめとする欧州地域での羊が、比較的身近な家畜である顕著な例でもある。怒ったお羊の突撃には相当な威力がある。 ここから展示で、ローマ軍で用いられた、波状土の先端には、鉄や聖堂でできたお羊の頭の像が取り付けられた。2009年、デブロンベールパーフェクションという名の羊が23万ポンドで、落札された。2020年8月に、スコットランドのラナークで行われたオークションで、ダブルダイヤモンドという名のテクセル種の子羊が35万ギニーで落札された。ありがとうございます。